ゆめちょ YouTube チャンネル。本日ご紹介する植物はダリアのダラヤミーナアルナです。花茎も葉も黒くシックな雰囲気の珍しいダリアです。よく日の当たる風通しの良い場所で育てましょう。花は晩秋まで楽しむことができます。霜には弱いので冬は軒下に取り込みましょう。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えてください。多湿には弱いため水の与えすぎには注意しましょう。花が咲いている間は月1回程度置き型の肥料を施してください。上手に冬越しできたら翌年の初夏にまた花を咲かせますよ。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。